バスまで小倉駅まで着いたんですけど、送迎バスが小倉駅まで来てくれたので無料でなんとかここまで移動することができました。ちょっとね、今日の試合がナイターで指定席なんで、試合開始まで時間があるので、ちょっと九州ブラブラしようと思います。駅に到着しました。イエーイ、久しぶり。はい、ちょっともうすぐ開場時間なんですけど、ちょっとどうしてもね、鳥栖駅来たらうどんを食べなきゃなので、ちょっとうどんを食べてからスタジアム入場しようかなと思ってます。でスタジアムがね、駅のホームから5番通りすごい、ね、駅前不動産スタジアムですね。
協力会社においては北海道コンサドーレ札幌、そしてビジターシートにはエンド販売札幌の皆さんお越しいただきました。佐賀札幌が立ち上げてもらって会社の皆さんに試合は引き分けで終わってしまいました。残念。いや、こんなに久々に点入ってない試合を見ましたね。ずっとなんかバカ試合やってたからめっちゃ点数が入る試合を見てたんですけど、今回は久しぶりに1対1で引き分けでした。いや、まあね、まあ、こういう日もありますよね。ということでお疲れ様でした。左側に乗っていただきたい。